日本語が上手くなっています、はい、アレックス・ゼイン。日本語で会話になっちゃうんですかね。伝ってますね。はい、いや、アレックス・ゼインだってすごいですからね。今度はがっちりとロックアップ。さあ、押し込んでいく。ロープ際。はい、ゼイン。ブレイク。ブレイク。クリーンブレイクとなるでしょうか。おお、クリーンです。いい人。真央選手は無理でした。長さが、いや、長野さん、こういうのもね、多分心理戦といいますかね、はい、駆け引きといいますか、馬鹿試合といいますか、全ての動きを額面通りに捉えるのは危険です。共有しますから、これ。お、握手を共有しますか。共有しますか。共有しますかと言ってますね。 I have present for you. What in the pocket? What in the pocket?What in the pocket? What in the pocket? Fuck you! わあ、Fuck you! 共有します。悪いな、マオ。ちょっと好感度的に今、ね、マオ選手の方が下がってますね。Fuck you! Fuck you! ああ、中指をいただきます。美味しいです。あ、美味しかった。美味しい。それは良かったです。サルダータックル。今度はマオのターン、バックを取っていく。だがアレックスに強烈なバックエルボー。さらに背面アタックからウエットスターソイプ。それをノーダメージで切り抜けるマオ。だがアレックスインはまだ行く。クローズラインをかわすサードロープ。うわーだ、いいドロップです。そこからシューティング、ワオ、シューティングスターセントロン。優雅なホール、こうふわりといく感じがまたないですよね。すごいねってやつですね、まさに。アレックス・ゼインもすごいね。すごいねですね。マオのポケットから出たミドルフィンガーについにアレックス・ゼインの笑顔は消えています。さあ勝負。バックエルボーを打ち合います。今度このところ左肩を回していって、思わず両方のエルボーが歩き、そこにマオのプランチャーと見せかけてのラーキープラバー。わあ、こういうこともあるんだよ。長い時間アメリカから長い時間飛行機乗ってきて、こういうこともあるよ。プロレスだもん、プロレスリングだもん。それがメインイベントでもどこでも起こるよ、こういうことは。全員Once again Future Once againOne more time! Rematch! まあ、悪いんだけど防衛しました。防衛しちゃいました。防衛しました。10回目の防衛しました。こんなこともあるけど、俺がこのベルトを守り続ける理由が1個できたよ。全員絶対またやろうね。次はもっと熱いもん、みんなで共有しよう。まあ、まだまだ元気なところだが、GCW のみんな、DDT のみんな、
リングに来いよ。あら、あもうディーノとエビがカップル誕生です、ね、もう愛し合ってますね。おい、吉彦、吉彦、吉彦だ。吉彦も会場に駆けつけてくれたんですね。 GCW が、 GCW がめちゃくちゃなんだよ。おい、もうメインイベント前に出来上がっちまってたんだよ、いろいろ。はい、ねえ、みんなこんなめちゃくちゃ GCW 楽しかったかな。春馬、お前が実質のメインイベンターだったよ。負けちまったけどな、つながった。今日は未来につながる大会なんだよ、わかる。ここが始まりなんだよ。今年から DDT と GCW がズブズブリレーションシップで来年も再来年もずっとやっていくんだよ。今日は始まりでしかないんだよ。だから続けてって、未来でアレックス・ゼインともう一回やりますよ俺は。して GCW まだ明日も明後日もあります。新宿フェイスあります。もう直輸入のめちゃくちゃなありのままの GCW が日本へやってきたんだと分かってんのかおい。GCW GCW GCW。今日は始まりすぎで DDT GCW ズブズブリレーションシップやりまくるぞー。